NHK 名古屋放送局は、愛知県名古屋市東区東桜一丁目にある日本放送協会の放送局である。現在の正式名称は NHK 名古屋拠点放送局であるが、従来の拠点を省いた名称も広く使用されている。東京局、大阪局とともに NHK 創設当時から存在する日本最古の放送局の一つであるが、 NHK 名古屋放送局の前身である名古屋無電放送株式会社は我が国における放送事業出願の第一号であった。総合テレビと FM で愛知県内向け E テレと中原ジオ放送で東海三県向けの放送を行っているほか中部地方を統括する拠点局でもある。放送では中部を東海、北陸に置き換えることが多い。 総合テレビと FM については、岐阜県や三重県での視聴者、聴取者も多いことから、純粋な愛知県内向けの内容の番組が制作されることは以前から少ない。また、放送局のコールサインであるジョックから CK とも呼ばれることがあり、総合テレビについては3チャンネルと呼ばれることが多い。ここは、中部地方におけるラジオ放送並びに、テレビジョン放送発祥の地である。 放送開始40周年を記念して生きた先人の情熱を忍びつつ、有志の協賛を叩たたいてこの石踏みを立てる。NHK 名古屋放送局発祥とその、略歴理事長、神の金之助、常務理事、阿部貴一、理事、伊藤二郎左衛門、加藤の富之助、加藤翔太郎、大島宇吉、小山翔樹、生駒茂彦、富田茂助、岡谷聖二郎、高橋正彦、 青木鎌太郎、遠山光三、土井国丸、滝沢助、九鬼門七、深田三太夫、服部屋八、桑原善吉、儀市長、村瀬和一放送開始時の曲者後の NHK 放送記念碑太字は親局、それ以外はすべて中継局。NHK 総合のリモコンキー ID 総合テレビのリモコンキー ID は3が割り当てられている。これは名古屋局の つの各局も同じ。なお、アナログ放送の時代においても、名古屋テレビ等から送信される親局は、テレビ開局当初は試験放送時代から続いた後、CH1956 年9月1日の周波数変更以来 3CH が割り当てられており、この地方では NHK コール3チャンネルが長年定着していた。なお、全国的には、関東一都六県、 近畿二府四県、広島県など1を割り当てられる都府県が多いが、この地方においては1チャンネルは東海テレビとして定着していたため、東海テレビに1が割り当てられている。同様にこの地方では5チャンネルとして親しまれている JNN 系列の CBC テレビも地デジはそのまま5を踏襲している。ラジオ第一放送ラジオ第二 放送 FM 放送以下の掲載事項は2011年7月24日の正午をもって通常の放送を終了した時点のもの。近年のキャッチコピーは以下の通り。当局のマスコットキャラクターとして胸春くんが設定されている。活動範囲は当局のみにとどまらず、例えば中京広域圏の地デジ啓発 CM に出演するなど、 他の放送局等への出演も多い。2021年3月29日以降。現在の番組の詳細は、公式サイトのテレビあるいはラジオを参照。次の東海3県向けのローカルニュース番組のうち、岐阜、三重向けは、この時間帯は、県別番組。テレビ愛、地球博関連以上のご番組は、愛、地球博関連番組。 ドラマ以上のドラマ5番組は一部の作品を名古屋局が担当した。平日午前、平日昼、平日夕方、平日夜その他、ラジオ、名古屋駅、名古屋テレビ等、中部国際空港スカイデッキ、名古屋港、豊橋、伊良子岬、崎、諸崎港、津島、長久手などに設置されている。なお、基本的には常設されているものを使用するが、マルトと、などで、 特定の地域から公開性放送を行う場合や、紅葉の時期に、八戸山交生寺や高覧ン景などの観光名所、あるいは公開性放送先のランドマークの屋上などに一定期間設置される場合もある。かつては、名古屋空港や愛知万博会場内にも設置されていた。2013年4月から8月までの間、津市と岐阜市の予報を逆に放送していたミスが見つかった。 その誤りが公表された後にも、2013年4月1日から1年、あまりにわたって、長野市の降水確率を名古屋市と同じ数字で表示していたことが判明した。ウェブ新聞文献。ありがとうございます。